新宿駅西口の皆様こんにちは、私ども国際勝共連合一貫して、共産主義、特に国際的な共産主義、また日本国内における共産主義と理念的に、思想的に、また政治的な課題を持って戦ってきた団体でございます。私はこの国際勝共連合の会長をやらせていただいております太田と申します。今日は私はですね、迫り来る東アジアの激変といいますか、特に韓半島、朝鮮半島問題と中国問題に焦点を当てて申し上げていきたいと思います。ご存知のごとく2月の13日ですね、マレーシアのクアラルンプール国際空港で、キム・ジョンナムが北朝鮮のテロリストによって、殺害されました。で、このキム・ジョンナムの殺害の真相というのは未だに、警察は調べてるって言うんですけれども、おそらくはそういう意味で何ていうか、こう事件のいろんなことを解明しきるということは難しいというのは、それに携わった連中は北朝鮮の人たちであり、彼らはもう本国に帰っております。しかしですね、はっきり言えることは、このキム・ジョンナムの殺害はですね、キム・ジョンウンが支持しない限りはできないことです。このキム・ジョンナムというのは、北朝鮮はですね、キム・ジョンウン、あるいはキム・ジョンナムのおじいさんにあたります、キム・イルソン、金日成、金日成というのがおります。この金日成という人物は、本当かどうかわからないけれども、日本がかつて韓半島、朝鮮半島を植民地統治していた時代に、独立運動、いわば武器を持って独立運動をやってたんだと。だからこの金日成がいわば日本から北朝鮮を独立させた、そういう英雄であるので、この金日成がですね、北朝鮮の政権を担当するっていうことは、そこにおいて正当化されてきたわけであります。そしてこの北朝鮮と中国の国境にですね、白い頭の山と書いてペクトゥー山という山があります。このペクトゥー山のふもとでそういう独立運動、ゲリラ活動を彼はやっていたということで、この金日成の直系子孫ですね、金日成の直系子孫、これをペクトゥー山の直系、ペクトゥー直系と、ペクトゥー血統と言います。今まで金日成にしろ、あるいはその息子の金正日、今の金正恩のお父さんですけどもにしろですね、このペクトゥーさんの直系の子孫に関してはですね、絶対に手をつけてこなかったんです。たくさん人々を粛清してきた、人々を殺してきたんだけども、この金日成の直系子孫だけは殺さない、こういう鉄則があったわけなんですね。ところが金正恩が申し上げたようにですね、金正恩が支持しない限りは金正男を殺すということは絶対できないはずであります。だから金正恩が金正男の殺害は支持したに違いありません。ということはですね、このペクトゥーさん、この金日成の直系のこの血統を金正恩が殺した、いわばそれを否定したということになりますから、彼自身の金正恩の政権の正当性自体を否定したということにつながっちゃうわけであります。だからこれからですね、ということは北朝鮮においてこれから何が起きるかわからない時代に入っていったなと。もちろん日本から見ればミサイルとか、あるいは核とか、いろんなことをやっております。しかし北朝鮮の国内は、昨年6月 NHK でも特集1時間の番組で伝えておりましたけれども、上から下まで全て免従腹背です。例えば自分の地位が上に上がることをみんな望みません。
どうしたか、どうしてかというと、上に上がれば金正恩の目についちゃう。でもし何かちょっとでも、まあ、彼が話してる時に居眠りでもしたら殺されます。これ粛清です。だから上にみんな上がりたくない。そういう、こう面従腹背であるわけなんですね。それは NHK でさえも伝えた通りなんであります。だから、まあ、そういういわば自分の政権の正当性までも否定した行為を、金正男の殺害をやったっていうことはですね、これから北朝鮮国内においてそれがどのような形で、結実してくるかわからないような時代になったということが一つ大きな問題であります。そしてその2月の13日金正男を殺した。で2月のその前日の2月12日には北朝鮮はミサイルの発射実験しました。そのミサイルは、まあ、新聞でも伝えたように固体燃料であったと。今までは液体燃料だったんだけど固体燃料である。固体燃料であるということは、いわば日本にしても韓国にしてもアメリカにしても、彼らが実際ミサイルあるいは核を積んでミサイルでどこかを攻撃するときにですね、分かりにくくなっちゃったということにつながっちゃうんですね。で、まあ、そういう2月12日13日そして中国、さすがの中国も2月の18日に北朝鮮からの石炭の輸入を年末までストップするとこう発表したわけであります。中国までも、まあ、いわばそういう行為、そういう決定までしたということは、堪忍袋の尾がもう切れかかった状態になってきて、まあ、北朝鮮の国際的孤立化というのはここまで進んできているわけなんですね。そして、まあ、そういう中でですね、アメリカでは今どういう論議が出てくるようになったかというと、もう北朝鮮の核施設をピンポイント攻撃でもう爆撃した方が早いんじゃないか、こういう論議まで、まあ、それはそう簡単にはできるはずではありませんけれども、そういう論議まで出てきているような時代になってきている。そして一方ですね、中国はどうかと。中国は先だってですね、全人代、まあ、日本でいうと、まあ、通常国会ですね、まあ、日本は1月から6月までありますけど、中国の場合は、まあ、わずか数日間です。それで今年度の予算を決定して今年度の方針を決定すると、まあ、シャンシャンシャンの大会であるわけなんですけれども、この全人代が行われました。この全人代での特徴はですね、習近平をですね、核心とこの呼ぶようになる、まあ、去年から呼ばれてきておったんですけども、李克強という首相、この李克強という首相と習近平は対立関係にありました。しかしその李克強までも習近平を核心と呼ぶようになる。核というのは原子核の核に心です。核心、今まで戦後の中国の歴史におきまして、核心と、党の核心であると呼ばれたのは毛沢東と鄧小平だけであります。毛沢東はいわば中国共産革命のいわば父である。鄧小平は、まあ、先ほどもちょっと話がありましたけども、社会主義市場経済というですね、今の路線を革命的にいわば敷いたのは鄧小平であります。今の中国の経済的な繁栄があるのは、これは鄧小平のおかげであります。それだけのある意味で、まあ、功績があるわけですね。だからそういう人を革新と呼ぶのは当然なんですけども、習近平はですね、自分を革新と呼ばせちゃった。今のということは、じゃあ彼は毛沢東や鄧小平に匹敵するような何かそういう功績といいますか、そういうのあるのか。ありません。彼がやってきたのはですね、腐敗撲滅といって、要は自分の政敵をと捕まえて、そして牢屋に送り込んできた。自分のお姉さん一族の腐敗は目つぶっちゃってる。何の実績もある意味ではないんですよ。しかし彼は自分を革新と呼ばせた、呼ばせるようにしてきてる。いわば習近平の独裁体制が強くなってきて、固まってきてる。
習近平は独裁を敷きたい、敷きたい、こういうふうに今なってきたのが中国なんですね。これは非常に危険な兆候であります。どうしてかというと、例えば1970年代にですね、4人組とおりました。毛沢東の昔の夫人だった江青華、4人組とおりました。で、ひどい政治やったんですけど、彼らがいわば文化大革命、文革をやって、それでとんでもないことになっちゃったんですけども、でその後華国鋒というのはですね、華国鋒というのが、彼が一度独裁体制を敷きました。主席になり、こうあらゆる面でのトップになっちゃった。ところが2年で終わっちゃったんですよ。中国の歴史を見るとですね、独裁体制を築いた一人の人物を中心とした独裁という体制になってしまうとですね、大体2年で終わっちゃう。ということはですね、この習近平にしても独裁体制を敷き始めた、これはもう2年かな、持つのは2年かなと、こういう時代に今中国は入りつつあるということを我々は知らなきゃいけません。あの鄧小平でさえもですね、彼は軍事委員会の主席にはなったけども共産党の主席になりませんでした。 そこまでなっちゃうと危ないんだと、あの鄧小平でさえもそこまで用心していたのにですね、ところが習近平はついに鄧小平を抜いた独裁体制を敷き始めた。持たない、2年持たない。そしてしかも今までは李克強が経済的な政策の責任を全部負ってたんですけども、習近平が経済政策もいわば李克強から奪って始めました。ということはですね、中国が経済的に何か問題起きたならば、今までは李克強の責任で尻尾切りすればトカゲの尻尾切りでよかったんだけども、習近平の責任になっちゃうんですよ。今の中国の経済は先だっても東北三省のうちの一つであります遼寧省がですね、今まで自分たちが発表してきた経済成長率は全部嘘だったと言いました。昨年度の実際の GDP の成長率はマイナス 2.5% だったと。中国経済は非常に大変な状況なんですよ。それを結局習近平が責任取らなきゃいけなくなっちゃう。だから韓半島でも、もちろん韓国もおかしいんですけども、私は韓国はずっと見てるとですね、アメリカに弱いです。パククネ大統領が弾劾されました。でパククネ大統領の弾劾を支持する派はロウソク伝、パククネ弾劾反対、いわゆる保守派ですね、この人たちは韓国の国旗を持ってずっとデモをしておりましたけども、この韓国の国旗だけじゃなくてアメリカの国旗まで持って保守派の人たちはデモしてました。それは何を意味するかというと、次の大統領は反米はダメだと、この意思表示です。今韓国の大統領選挙で支持率ナンバーワンのムン・チェインと言います。 35% ぐらいの支持率です。その彼が秘書室長やってたんですけども、その時の大統領はノー・ムヒョンというですね、結局大統領を辞めた後自殺しちゃったノー・ムヒョンです。すごく左でした。左と言われてたんだけども、ノー・ムヒョンが大統領をやってた時代に韓国はアメリカと FTA 自由貿易協定を結んだぐらいなんですよ。だから結局アメリカに弱い。私はムン・チェインになってもアメリカとの関係は切れないということは、いわゆるハード導入とあります。アメリカの最新鋭の、地対空のミサイルを撃墜するですね、ハード、この導入はパククネ大統領が決定したんだけども、ムンチェインになったらこれやめるんじゃないかという話もあるけど、私はやめないなと。でそうなると結局韓国とアメリカと日本も切れないと、中国とは厳しい関係になる。そういう状況下で北朝鮮でもしも異変が起きる、
ていうのは金正恩に対する何らかの異変が起きる。そうなればですね、西側主導で韓半島は南北が統一されてきます。韓半島が西側主導で統一されてくれば、中国共産党独裁体制崩壊してきます。中国の歴史を見るとですね、南の方からと、まあ、北っていうか北東ですね、韓半島、ここからです。ここから何か起きて中国の激変が起きます。この2年3年の間にですね、韓半島で激変が起き、そして中国でも激変が起きる、こういう時代に2017年18年19年入ったんだと、入っていくんだと、そういう状況の中で日本はどうするんだと。日本はやはりアメリカと組まなきゃいけない。だから安倍総理がトランプ大統領とですね、あれだけ深い信頼関係を結んだということは非常に重要なことであります。今左翼勢力はですね、とにかく安倍政権を引きずり落としたい、まあはっきり言えば国の大きなことには何の関係もないですね、籠池さんを呼びつけてなんだかんだしてるんだけども、全く意味のないことです。今この安倍総理がトランプ大統領と結んだ信頼関係というのは、今の日本にとってだけじゃなくて、今後の東アジアのその未来においてですね、すごく重要なことである。この日米が組んで韓半島の統一を可能な限り平和に、西側主導で、そして中国の共産党独裁体制を崩壊の方向に持っていかなきゃいけない、こういう時が今の時であるということを皆様方にぜひ知っていただきたいと、訴えまして、本日の私の演説を終わらせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。